伝統的なデザインが復活来季のリバプール新ユニフォームがこちら。リバプールの新ユニかっこいいじゃん。おーなんか伝統的な感じが、ジェラードいた頃思い出すね。カントナいた頃のマンユーみたいだな。ガクポとか襟立ててそう。とても美しいきっと。これまでの中でも最悪のデザイン、嘘だと言ってくれ。これは悪夢だ。そこにある首輪は必要ありません。すぐにアディダスできっとを作り直してほしい。絶望的なデザインだ。来季は息子にユニフォームを着せることはできない。買うに値しない。もうサラーは悲しい顔をしている。お別れの時だ。サラーはクロップと一緒に別れを告げるだろう。この映像の中にロバートソン、ティミカス、マティップがいない。チームを離れる時が来たのだろうか。遠藤はどこにいますか？彼はドイツに帰りますか？美しいオイバンとヌネスに私は癒されました。